はい、ワンピースが大好きな神木です。今回もですね、ワンピースの最新話の話をしますので、まだ読んでない方はですね、この動画すぐに閉じてください。はい、今ですね、一番熱い話題といえば、やっぱり新四皇なんですよね。1058話のタイトルが新皇帝となったように、まあ、バギーと、まあ、ルフィもですよね。ルフィもまあ、もともと5皇ではあったんですけども、4皇に入ったということで、最終章はこの4人が鍵となって、ストーリーが展開されていくだろうと思われますよね。ということで、今回は、まあ、考察とかではないんですけども、最終章を迎えるにあたってこのことを知っておくと絶対に何倍も面白くなるという動画になっております。それがですね、新四皇相関図ですね。シャンクス、黒ひげ、バギー、ルフィの関係というのはどういったものかというのをおさらいしていきたいと思います。というのもですね、その前の四皇というのは、まあ、カイドウとかビッグマムがいて、ルフィはそれまであんまり面識とかはなかったわけなんですよね。海賊の中のめちゃくちゃ強い人物が四皇であって、得体の知れないキャラクターと戦ってきたみたいな感じで進んでたんですけども、今回の新四皇っていうのはですね、それぞれに面識があるんですよね。もうどの関係値を見てみても絶対につながりがあるという、まあ、どう転んでも面白い組み合わせというのが全部の通りでできてしまうんですよね。バギーとシャンクスもありますし、黒ひげとシャンクスもありますね。ルフィとシャンクスだってあるじゃないですか。そういった感じでみんな関係があるんですよね。全くそのキャラクターとそのキャラクターが接点がなかったというのはないんですよね。ということで、それぞれの組み合わせ、1対1の組み合わせですね、その組み合わせは今までワンピースの中ではどう描かれてきたとか、どこで出会ったか、どういったところがポイントだったかというのを振り返りつつ、まあ、その2人が戦ったら、どちらが今有利なのかというのを私なりに予想するのと、その2人に関係するキーマンというのをちょっと紹介していきたいと思います。ワンピースというのはもうめちゃくちゃ面白いんですけども、今から話す内容を踏まえて最終章を迎えると、またさらにきっと面白く感じることができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは世界一ワンピースを楽しむをコンセプトにチャンネル作りをしておりますので、一人でも多くの方に参加していただきたいので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また面白かったら高評価とコメントの方もよろしくお願いします。それでは行きましょう。バギーとシャンクス。はい、バギーとシャンクスももちろん関係がありますね。というのも、もともと、ロジャー海賊団の見習い同士なんですよね。ロジャー海賊団の子供部門みたいな感じで言うと、まあ、バギーとシャンクスでしたよね。そしてあの二人はですね、まあ、良きライバルというか、年は同じということもあって、かなり打ち解けながら、進んでいる感じがしますよね。そしてバギーにとってはですね、ちょっと恨みがシャンクスに対してはありますね。バラバラの実を食べさせられた、まあ、食べさせられたわけではないんですけども、偶然にも食べることになってしまった起因になったのがシャンクスだったので、バギーというのは恨みを持つようになりました。というのも、バギーというのは世界中のお宝を欲しい人物なんですね。だけど悪魔の実の能力者になってしまって、もう海底に沈む宝とかは取れなくなったということで恨むようになっております。しかし、そこでこう別れたかというとそうではなくて、ラフテルの直前ではバギーが謎の高熱を出して、でもシャンクスはそれを看病してあげるという関係値でしたので、心の底からバギーというのはシャンクスを恨んでるわけではないと思われます。そして船長のロジャーが処刑するときに会って、そこで別れてしばらく会ってなかったんですけども、頂上戦争で再会してますね。そして麦わら帽子をバギーに託したりすることもありましたので、まあ、ある程度の信頼関係もあるということですよね。まあ幼馴染というか、ある意味いいライバルとも取れるのかもしれません。果たしてね、この新四皇にバギーがついたということをシャンクスはどう思ってるんでしょうかね。シャンクスはもう知ってますよね。四皇のルフィのことを知ってワノ国近海まで来てましたので、バギーのことも必ず知ってると思うんですけども、シャンクスからするとおそらくルフィみたいな感じで、なんであんなやつが慣れてるんだと、思ってると思います。まあ、真実をあらかと分かってるんじゃないか、本当のところはね、偶然なったんじゃないかということを感じてる人物なんじゃないかなと思いますね。はい、また考えていきたいのが、マッチアップですね。バギーとシャンクス、いざ戦うとなったらどっちが勝つと思われるでしょうか。まあ、これは圧倒的にシャンクスでしょうね。何があったらバギーが勝つ展開になるのかというのが思いつかないぐらいシャンクスが有利なのではないでしょうか。まあ、バラバラの実が、剣には強いということはあるんですけど、それでもシャンクスの覇気とかですね、そういったものには全然かなわずにバギーが負けてしまうんじゃないかと思われます。また考えたいのはキーマンですね。この二人に共通していて、最終章でこの人が出てきて、その三人がまたセットになると熱いよという人がいるんですね。それがやっぱり、レイリーですね。ロジャー海賊団の右腕、まあ、副船長でしたので、シャンクスもバギーも四皇といえど、レイリーの前ではやっぱり子供に帰ると言いますか、レイリーさんと言ってしまう場面になってくると思うんですよね。そこでレイリーがシャンクスとバギーに何を話すのか、このあたりかなり見ものですよね。シャンクスはもうかっこいい、高みに行っている人物ですけど、そのシャンクスがやっぱレイリーに会うとレイリーさんと言うでしょうし、尊敬してる感じで話しかけると思いますので、その関係値も楽しみですよね。そしてロジャー海賊団であったレイリーといえば、やっぱりラフテルに行ってますので、
ので、ラフテルの話をシャンクスとバギーにどこまでするのか、まあ、聞かないとは思うんですけども、まあ、あの時の真実というのがまた別でありそうですので、そのあたりがレイリーと会うことで解決されそうですよね。バギーと黒ひげ。はい、バギーと黒ひげはですね、あまり接点はないんですけども、全くないかと言われればそうではなくてあるんですね。それがロジャー海賊団と白ひげ海賊団が戦った時ですよね。でバギーは黒ひげを見ながらこういうことを言いました。生まれてこの方一度も眠ったことがねえんだとよと。そしてシャンクスは、え、そんな人間がいるのか、いいな、人生倍楽しいのかな、バーカ、んな単純な話はねえだろ、化け物だという会話をしたあの時ですね、に合ってるんですよね。あそこで戦ったりはしてないと思うんですけども、お互いに認識はしているという感じじゃないでしょうか。まあ、黒ひげの体が異形だということもバギーとシャンクスはうっすら知ってるというか、考えたことがあると。はい、黒ひげはですね、バギーが新四皇に着いたのをどう思ってるでしょうかね。黒ひげ自身は意外にもバギーがめちゃくちゃ強いやつだと世界政府が広めてるような感覚で受け止めてる可能性すらありますよね。確かにロジャーの時にあいつはいたなっていうことを思ってますし、インペルダウン、あそこで黒ひげというのはマゼランに一回やられてるんですけども、あそこはもう首謀者として脱出できたということで認識していると、黒ひげがバギーを見ている目というのはめちゃくちゃ強い海賊として捉えてる可能性すらありますよね。はい、ということでマッチアップ、バギーと黒ひげが戦うと、まあこれもさすがに黒ひげが有利かなと思いますよね。というかバギーが有利になる人っていうのはほとんど見当たらないという感じじゃないでしょうか。そしてバギーと黒ひげでキーマンになってくる第三者といえば、私の中ではマルコかなと思います。まあ、さっき言った体の構造が異形なんだというフレーズの共通点ですよね。黒ひげがどういった感じで異形なのかというのは完全にはまだ明かされておりません。寝ないのも人生が倍楽しいというのも寝ないということで、シャンクスとバギーの会話ではあったんですけども、マルコは絶対にもう少し知ってますよね。なので黒ひげの秘密が解き明かされるとき、それはマルコが相対したときになるのかもしれません。まあモビーディック号も完全には壊れてないらしくて、どこかに保存されているということがビブルカードで明かされてますので、絶対にまた、マルコというのも出てくると思います。マルコと黒ひげというのはちょっと因縁がありますし、黒ひげの謎がいよいよ明かされるというときはマルコがそこにいるという展開がですね、あり得るのではないでしょうか。バギーとルフィ。はい、もうバギーとルフィは皆さんもご存知の通りなんですけども、まあ、ルフィが風車村から出航して、能力者としてはですね、初めての、まあ、敵キャラという感じですね。で、その後も、腐れ縁でですね、ちょこちょこ出てくるんですよね。インペルダウンで共闘することになりました。で、その時には、ルフィはキャプテン・ジョンのトレジャーマークを上げたりしてですね、バギーはすごく恨んでるけども、ルフィは別に恨んでないと、あっけらかんとしてるという感じでしたよね。で、この関係を思えばですね、バギーとルフィの関係値と、バギーとシャンクスの関係値ってすごく似てますよね。なんか同じようなあしらい方をバギーはされてますし、バギーは一人で熱くなってるという感じじゃないでしょうか。で、ルフィはバギーのことをよく知ってますので、最新話あたりでも出てきたように、新四皇にバギーがなったということも知ってて、まあ、アホなのになんでなれたんだということを言ってましたね。で、マッチアップ、バギーとルフィ戦ったらですね、またルフィがもちろん勝つでしょうね。で、このバギーとルフィのキーマンになってきそうな第三者といえば、やっぱりここはシャンクスでしょうね。どっちの子供時代も知ってますし、どちらもまあ海賊としてライバルではあるけれども、ある意味家族のようにこう捉えてる人物だと思いますので、その3人がね、出会って一コマで描かれた日なんかもうたまんないですよね。はい、ちょっとこれは最終章を楽しみにしたいなというところですね。黒ひげとシャンクス。はい、黒ひげとシャンクスというのは、さっきの黒ひげとバギーと同じように、まず幼少期にですね、ロジャー海賊団と白ひげ海賊団が戦った時に認識しております。そして黒ひげとシャンクスはさらに、シャンクスの左目の傷ですよね。それをつけた人物として因縁があるというところがありますね。シャンクスが言っております。俺にこの傷を負わせたのは、お前んとこの黒ひげティーチだ。俺は油断などしていなかった。ということを白ひげの前で喋ったわけなんですけども、シャンクスがロジャー海賊団の見習いにいた時からですね、風車村に滞在する間のどこかで黒ひげとまあ戦ってるというか、一方的に傷をつけられたのかもしれないんですけども、シャンクス自身は傷を負わされたと。この油断などしていなかったというのがまた気になりますよね。レッドで今シャンクスの覇王色の覇気というのは見聞殺しができるということが明かされました。相手の見聞色を無効化するみたいな感じだと思うんですけども、そういうこともできたであろうに傷をつけられたというのは、このティーチがずっとその実力を隠してたとか、そういう感じなのか、またその見聞殺しをも無効化するみたいなですね感じだと思うんですけども、またその見聞殺しを無効化してしまうようなポテンシャルを持ってるとかですね、そういうことなんでしょうか。はい、マッチアップを考えたいんですけども、黒ひげとシャンクス今戦うとですね、どうなんでしょうか。シャンクスが有利なはずではあるんですけども、闇闇とグラグラを持ってますからね。戦略によっては、黒ひげが勝ってしまうんじゃないか、
まあ一回戦ってシャンクスは傷を負わされてるっていうこともあって、黒ひげがワンチャン勝つ可能性というのも大きくありますよね。またこの二人に共通する第三者のキーマンとなりそうなのがロックスではないでしょうかね。黒ひげはロックスの息子だ説とかですね、シャンクスもロックスの息子だ説とかいろいろ出るわけなんですけども、どちらにせよロックスというのがこの黒ひげとシャンクスに何かしらの関わりを持ってる、まあ黒ひげが憧れてるだけかもしれませんけども、そういった感じで何かしらの共通項は絶対にあると思われます。でもロックスなんてこの小田先生のノートを見てもわかるように伝説のですからね、伝説の海賊団ロックスですので、最終章でワンピースの世界のまあいろんな伝説が明かされるときにロックスも必ず登場します。そこで黒ひげとシャンクスというのはロックスをどう捉えているのか、そして関係値はどうだったのかというのが明かされると思います。ルフィと黒ひげ、はい、ルフィと黒ひげはですね、本当にワンピースの世界ではまあライバルといった感じではないでしょうかね。ジャヤで初めて遭遇して、黒ひげはその時まあ名言とかですね、いろいろ残してますね。人の夢は終わらねえとかですね、かっこいいはかっこいい海賊として登場してるんですよね。そしてその後ルフィが1億ベリーの賞金首だということを知って、まあ、自分が成り上がるためにルフィを狙いに行くんですけども、ルフィたちは空島へ行ってしまうと。でその後に黒ひげは、まあ、偶然にもルフィの、まあ、義理のお兄ちゃんでもあるエースに目をつけてバナロ島で決闘し、まあ、インペルダウンへエースを送ると。そのエースを助けに行ったルフィと黒ひげは出会うんですね。でちょっと戦いましたけどね。でもその時はそこに力をね全部注ぐともったいないということで、それ以上戦うことはありませんでした。でその後頂上戦争でルフィと黒ひげというのはまあ合ってるというか同じ場所にはいるんですけども、ルフィというのは黒ひげが現れた時にはもうエースをなくしたことで気を失ってましたので、一緒の場所にいたけども合ってはいないということになります。で2年後になってドレスローザ編でジーザスバージェスが黒ひげと喋ってる時に電電虫越しに会話をしたというところで終わってますね。でルフィと黒ひげ戦ったらどちらが勝つでしょうか。これはね本当に今互角なんじゃないかなと私思います。生身の体力同士で戦ってもあの巨漢の黒ひげと、まあ、ポテンシャルのあるルフィが戦ったら互角ぐらいかなと思いますし、太陽の神ニカの戦い方をやったとしてもそれすらもう闇闇は吸い取ってしまうということがあるので効かないんじゃないかなと思いますよね。なので本当に互角でありライバルとして出てくるんじゃないかな。そう考えるとやっぱりラスボスっていうのは黒ひげになっちゃうんじゃないかなと思ってしまいますね。はい、またキーマンを考えていくんですけども、これがまさにニカになってくるのではないでしょうか。黒ひげというのも歴史研究が趣味ですし、太陽の神ニカのことをですね絶対に知ってると思うんですよね。だとするとルフィに宿っているそのニカのこと、ルフィの体で太陽の神ニカが出た時に黒ひげはどういうことを喋るんでしょうか。そこで絶対に800年前の出来事とか世界政府が隠したいことというのを黒ひげの口からオープンになるんじゃないかなと思います。ルフィとシャンクス、これはもうワンピースの世界を語る上で絶対に外せない組み合わせですよね。第1話で一番描かれた関係値でもあります。でシャンクスからするとその後もですねルフィの動向というのは結構知ってる様子ですよね。ニホークから初めてねルフィが懸賞金をかけられた時も新聞で知らされて宴をやってましたし、ホールケーキアイランドの後も、まあ、ビッグマムをやっつけた後も知ってるんですよね。そしてワノ国の終盤でも知って近海まで来たというストーリーがありました。合いそうでまだ合ってないですよね。頂上戦争でも同じ場所にはいたんですけども、ルフィが気を失っていたのでお互いに合った感覚があるかと言われればルフィサイドとしてはないでしょうね。でレッドでもそういう感じじゃないですか。ルフィからすると合った感覚はないと、まあ最後見送ってるんですけども、しっかり相対して喋ったということはありませんので、ルフィの感覚としてはまだ同じ場所にいたし、レッドでも共闘したけども合ったかと言われるとそうではないという感覚だと思います。はい、皆さんはシャンクスとルフィが今戦うとどっちが勝つと思われますか。もちろんねルフィがめちゃくちゃ強いんですけど、それでもねレッドとかを見るとシャンクスの強さというのが今抜きん出てるじゃないですか。覇王色の覇気、つまり刀を抜かないだけでも相当強いという側面がシャンクスはありますので、これからまた最終章でルフィが成長を遂げるんじゃないかなと思いますね。強さ的にも強くなって、そしてシャンクスと互角にやり合うんじゃないかなと思います。なので今の時点ではまだシャンクスが上じゃないかなと、まあそれはね今からのルフィの成長を期待してるというところでもあるんですけども、今の時点ではシャンクスが勝つんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。またその2人に関係する第三者ですね、出てきたら熱い人物というのは牧野さんではないでしょうか。まあ牧野さんね、あれは誰の子供なのかとかよく言われるんですけども、いざ牧野さんがシャンクスと会うと、おそらくシャンクスというのは恋人とかそういう関係がなくてもタジタジになっちゃう、そういうキャラクターではあると思うんですよね。牧野さんに言われたらそれはしょうがないなとかですね、そういう場面が描かれるのかもしれません。
はい、いかがでしたでしょうか。新4校それぞれにですね、ワンピースを読んでいくと、もうすでに関係値というのがもうどの矢印をこう結んでも出来上がっているという状況なんですよね。なのでワンピースというのはもう最終章どうなっても面白いという感じになってるんですけども、皆さんが思うマッチアップとかですね、どの人とどの人が最初に戦うんじゃないかとか、いろいろ考えることがあると思いますので、ぜひコメント欄に書いていってください。それでは最後までありがとうございました。じゃあね。